スポケーン軍は、アメリカ合衆国ワシントン州の最東部に位置する、軍である。2020年国勢調査で、の人口は539,339人で、州内で4番目に、人口の多い軍である。軍庁所在地はスポケーンで、軍内では、最大の人口を抱え、州内全体でもシアトルに次いで2番目に、人口の多い都市である。名は、 スポケーン族インディアンにちなんで名付けられた。スポケーン軍は1858年1月29日に設立された。1864年1月19日にスティーブンス軍に一旦併合され、1879年10月30日に復活された。スポケーン軍は党派制軍管理委員会によって統治され、その委員は3つの選挙区より選ばれている。 各選挙区では、党派別予備選挙が行われ、その後に、軍全体の一般選挙で選ばれている。その他に選挙で選ばれる役人として、保安官、監査官、査定官、財務官及び検察官がある。すべて党派によって争われる。スポケーン軍は検察位を指名している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1781。 平方マイルであり、この内陸地は1764平方マイル、水域は17平方マイルで、水域率は0.96%である。軍内の標高最低点は、スティーブンス軍との軍境にある、ロングレークダムの背後、スポケーン川であり、標高は1538フィートである。軍内最高地点は、スポケーン山頂上であり、 標高は5883フィートである。リバーサイド州立公園河川こと貯水地山、公園以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。スポケーン郡図書館地区は1942年に設立され、スポケーン郡の未編入領域のために機能する限定目的の都市共同事業として創業された。さらにその図書館は、チェーニー。 ディアパーク、フェアフィールド、ラター、メディカルレイク、ミルウッド、ロックフォード、スパングル、スポケーンバレー、ウェイバリーといった都市や町も利用でき、契約によってエアウェイハイツも利用できる。地区内の総人口は二十三万六千百二十人であり、この中で未変入領域住人は十二万三千四百十一人、地区に入った町の人口は十一万二千七百九人と、 なっているこの地区では全日及びパートのスタッフ164人を雇用し、ノーススポケーンとスポケーンバレーの2つの資源図書館と8つのコミュニティ図書館、合計10館で構成されている。ありがとうございます。